日本、日中、日本、中国、韓国、沖縄、琉球の獅子舞を生きてもらっております。獅子舞にはあの悪魔、まあ、みんなご存知の通り悪魔払い、厄払いや飢饉や疫病を祝う意味が込められて、あのみんなの健康と多幸を祈って舞が昔インドから中国へ流れて、その中国からまた大陸、あの朝鮮半島、琉球を海を渡って日本に、日本、またインドネシアの方なんかも直接インドの方から回ってたりとかして、アジア全域に獅子舞、まあ獅子はシーサーでライオンなんですけど、獅子の踊りで、悪いものを食べてってもらおうっていう舞をあの日本にずっと伝わっております。でそれをまあ、ずっと見てもらいますので、よろしくお願いします。最初に紹介なんでしょうか。あ、で、あっちの本丸側に、初夏のお二方にとりまして、大阪から、ヒョンミョンさんです。で、ハングル文字、韓国の文字をあの書いておられます。で、左側にいる中学校1年生ですが、高瀬須田君。高瀬須田君はまた中国に行ったりして、あの修行、武者修行をしたりしてあのやってまいりますので、そっちの方もあの同時に見てください。それでは始めたいと思います。まずじゃあ順番は中国、琉球、日本、江戸の獅子舞で韓国という、そういう並びでいきますので、それではどうぞよろしくお願いします。